くしびきパーキングエリアくしびきパーキングエリアは山形県鶴岡市にある山形自動車道のパーキングエリアである。上り線には第3セクター株式会社くしびきふるさと新興公社が運営するハイウェイオアシス地域ふれあいセンターがある。下り線施設はハイウェイオアシス行き行き弁当村とトイレと自動販売機が設置されている。ドッグランはないが 犬と散歩できる緑地がある。隣接する観光農園、串引き観光果樹園では、季節に合わせて、桜んぼやぶどうなどの果物狩りができる。生き生き弁当村は、本、パーキングエリアの西側にある、鶴岡市の設置した森林公園であり、パーキングエリアから歩いていくことができる。1994年に、当時の串引町が整備した。 約15.2ヘクタールの園内は11のエリアに分割され、そのうちの展望の森からは、庄内平野を一望することができる。公園名の、生き生き弁当村は、美味しく、弁当を食べられる、施設、自然と触れ合うことで生きる活力がみなぎる施設になるよう願いを込めて命名された。四季を通して、水場所などの花や山野草などを見ることができ。 遠足や山菜採りなどで訪れる人がいる。2016年、長井市から譲り受けた花勝部約150株を地元自治会が植栽し、荒廃したあやめ園の再生が進められている。なお園内に弁当などの物販施設や飲食店はない。ありがとうございます。